どうも皆さん、おはこんばん。おはこんばんにちは。オリジンフォア火曜日始まりました。はい、ええ、私ノーブレーキの歩と。私ノーブレーキのブーブーと、FM 那覇の大城です。よろしくお願いします。お願いします。はめまして。えー告知があるようですね。<laughs> はい。告知。 いや,いや別に今じゃなくていいですよ <laughs> 告知があるようなんですが <laughs> うわすぐ告知する番組、ね、やなや,やめて <laughs> 余談余談余談ですよ共感しづらいいや申し訳ない <laughs> じゃあ私ですね何やら告知があるようなんですが芸人をさせてもらっております私がですね、うんはい、あのー、今回 演劇の方にちょっと出演をすることに、ね、芝居もできるんですね。ね<う>運びになりまして日付変更戦かしら。ああ、はい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 。まあ僕の本当に誕生したイベントですね。うん、僕がんだという全然言葉知らないんですよ。<laughs> 役者という僕を作ってくれたきっかけがまあ日付変更戦という、うん、まあまあ演劇がありましてそこからまあ。うん だいぶ活躍しましてですね、そちらの劇で今回の「ダブリンダブリンと鐘つきカビ人間」という何そそれうなんですよ僕もお話しいただいた時、わ分からなかったんですよ。という劇に出演させてもらうことになりまして7月の5日だったかなナーでコリンザですね、沖縄市の。と もっと応援せえよ全然してますけどいやごめんなさいちょっと素直な気持ちが出ちゃってこれ「金付きダブリン」ダブリンと「金付きカビ人間」これは結構有名な芝居有名ですよねこれ大有名ですよ本当にうんえっとね2015年は東京でそう内地でキャスト変えて何回かやってる佐藤隆太さんがルーキーですよねルーキーの先生 ルーキーズのルーーの先生ってことは元オリジンのカビ人間に近づいてカビ人間から離れていかーズねルーキーズの佐藤さんがやって佐藤さんの役を僕がやるわけじゃないですけどちょい役でちょっと出させてもらいましてうんすごいいい作品なんで要は。 僕も台本全部読んでないんですけど109ページあるんですよまずあすごいねすごいじゃないですかのうちの僕は4ページぐらいに出演あ結構出るんですそうなんですよちゃんと4ページ丸々出るんですよツイキャスでとんこつ衆さんからカビ役ですかカビ役じゃないカビ役が主人公なんですカビ役もカビいるんかい主人公がカビ人間カビ人間なんですよまあ要は現代の男女2人が森にさまよって不思議なおじいちゃんに会うんですよで不思議なおじいちゃんが えー、この森は実は昔すごいいい町だったんだよっていう話から始まって、はい、その話にのめり込んで実際その当時の村にタイムスリップじゃないけどその話にのめり込むってどういうことのめり込むんじゃうわけもう <laughs> おじさんの昔話にのめり込む <laughs> もう入って入り込んじゃうの、ねも,はい、もうすごい入り込んじゃうの<ー>でその昔の町ではあの不思議な病気が蔓延しているとはい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  背中から羽が入る病気だったりえー素敵うんそうそうあの心と顔が真逆になるえーどういうこと心が綺麗だけど、えー、<ー>顔がブサイクとかが,<ー>が逆になるってことはいはいはいでそのカビ人間っていうのがまさに逆だわけ 顔はかっこいい美少年なんだけど心がもうちょっと汚い男だったわけああで病気にかかることによって真逆になってしまって<ー>心が優しくて見た目が汚くていろいろみんなから嫌われる<ー>でこのまた面白い思ったことと逆のことを言ってしまう病気もあるわけなえかいろいろキャラクターがあって面白そうですねそうそうでこのだから逆をお互いがどの病気かわからないから、うん ビ、まあ、人間がこの逆を有効にちょっと勘違いしちゃってなるほどねここに一悶着あっていろいろてんやわんやあるわけですよちょっとセリフ一くだりくださいよえー、およえー、お相手願いいたしましょう<あ>ですね <laughs> 戦うんですねそうなんです僕賢者役 あ賢者,賢者あもうっっちゃっていいのかまあもういいか賢者まあこの病気を治すには、まあ、伝説の刀が必要だよというなるほどねいろんな本当にいろんな人が出てくるうん右329と58と330がある感じですねストーリーの軸としてあ3つの柱があるでよかったんじゃないですかでけ最後は <laughs> あのヘド岬に行くわけですよ <laughs> 沖縄で例えてくれるんでありがたいですね <laughs> 最終的にヘド岬にこの3本の<ー>国道が国道というか3本のあらすじが3本あるか分か,だからちょっと分かんないですけど 2>, いい2本2本ありますチケットはおいくらですかチケットがねえー、3000円ですねいやこれね内地では多分もっとするんじゃない内地でやってる作品を沖縄でやろうっていうことなんですよきっと台本自体はすげえいいんですよ、うん あだやってる出演者沖縄のも本当に役者がしょうもないんだじゃんしょうとになな <laughs> お前はよ,よく言えるなそんなことがいやいや逆にほらそういう言い方されてましたから今いやだから向こうはあの台本もいいし、うん、出演される方もすごい東京はね、えー、そうあのなんていうの ネームバリューがある方々だからすごい食いつきがいいんですよでもここはネームバリューもないしょうもない役者が出るからでもこれはでもいなめないいや俺もそうだって言わ俺もいなめないじゃそれは否定しないめあなたがいなまないとこれは俺ももちろんそうなんです俺も入ってますよそのなしょうもないのにだから僕が出ますこういうことをやりますって言ったところで食いつきが弱いんですよあそれが悔しいんだ悔しいわけ 悔しいですだであのう、ー、ん、はい、来てね5月7月あるよろしくお願いします逆に言えば今,今回出る主役の方も、はい、しょうもないんだうーんいやしょうもだからもっといい方変えて <laughs> だからお前がそこは否定しないだって否定できないもん <laughs> 俺もしょうもないし否定できないって言うなやん <laughs> 俺もしょうもないししょうもなくないから俺すげえんだぜって思わんし俺たちすげえんだぜって思わんだから努力してや <laughs> もう毎日練習してるわけだからいい作品にしようっていうのはもう間違いなくそれも当たり前のことなんだけどすごいその台本もいいし演じてき,てきた役者の皆さんもすごい人たちも多いからそれを沖縄でやるっていうことでだから一つの食いつきとしてはすごいいい作品っていうのは間違いないわけ。 ああ、なるほど。だから、僕ら知らない演劇界の人たちが、あた、は、うん、一から作ってや、やります。はい、応援してくださいってことじゃないんですよ。なるほど。こういうすごい作品があるんです。これを僕、あるんです。<laughs> こういう作品を僕ら演じます。うん。な恥じないように、今までの。ああ、役者の皆さん。このダブリンの何恥じないように、一生懸命やるんで、ぜひ、うん。遊びに来てくださいっていうことなんですよ、うん。なるほど。ちょっと、あのー、まあ。恐縮ですけれども。 あの立派な作品に恥じぬよう頑張りますんでよろしくお願いしますそうだから見たことない知らない人たちが出ますけどもいやでも結果いい告知になりましたねすごいいや出ますけど本当に素晴らしいですからあそうですか今出てる方々この今回の作品に出る方々はもうトップだと思っていいです沖縄のおなるほど出ないとおかしいですなるほどな逆にちょっといい告知になりましたねは 5月あ7月55日7月 5, 日7月5の土日だったかなあれ3回公演になってますので7月5は誰かの誕生日じゃなかった？ながなが月5は野原雅人の誕生日ですねあ元カノの誕生日でもありあ <laughs> 僕が7月4日ですね名が大きい、うん、元カノの7月4日僕ですね <laughs> 4日が長浜よね、うん、ああ7月多いんだよね誕生日だからバースデー公演ですよ <laughs> やかましや <laughs> やかましやね <laughs> 本当に、ね、えというわけで7月の5日 えー、元カノの誕生日がありますのでぜひいや,いや元カノの告知じゃないしアシビナーでブ,ブブタレそうダブリンマジで一回だ三千円っていうちょっとハードル沖縄でね三千円の演技っていういやいやいやそこまでねあの僕逆に見たくなりましたもん,んだけどそんだけのものを自信持ってもうコストとかじゃないですよこの三千円は <laughs> コストかかってるんで三千 <laughs> にしましたじゃないです三千円でも安いんですよ安いと思いますよ。 はいなのでダブリンのカネ付きカビ人間が沖縄で上映、えー、芝居がありますので、はい、ぜひ7月5日遊びに行ってください<ー>ぜひお願いしますちょい役のバースデー公演 <laughs> 天童頑張ろうおかいさん <laughs> 最後お前カーテンコールで花もらうんだろうな <laughs> 誕生日おめでとうみたいなやつ <laughs>、えー、あの日曜日にですね後輩の、えー、小谷正俊君というボクサーがいましてですね。 おあなんかフェイスブック見ましたよはいあの試合見に行ったんですボクシングの試合を見に行ったとはいで小谷君の試合自体は、うん、あのすごいもう圧勝であ小谷君の勝ち、うん、フィリピンのフィリピン人インドネシアかなインドネシアの相手と1ラウンド何1分何秒かで左ボディボーン入れてうーってなってえごめんなさいこれ大会はう東洋太平洋、うん、王座

次へ M1 だとかじゃないじゃないですか。そうだね。うん。うん、別にね。そ,それ M1 から行ってもいいし。うん。だからまあまあ M1 みたいなもんですよね。あ健体。 もうだ甲子園みたい甲子園というかだから m 1って言ってるでしょだってアジア大会ですよここからまた世界があるわけでしょアジアもまあ世界ですからねまあなんていうのここからだヨーロッパだったり欧米だったりっていう大会があるわけで世界で統一がある東洋を取ったら大体世界戦になったりとかそう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  ああ、なるほど。いろいろあるわけだ。まず、えっ、ー、と、平中ジムの荻道君っていう二十四歳ぐらいの子が、すごい、うん、平中ジムでのエースで。うん、で、この子が、太平洋を東、えー、東、ええ、東洋太平洋の、王座をかけた、試合が。あったんです。あ、一箇所のこの現場で、いろんな試合をやるわけだ。もちろん。 一試合だけじゃないですかああ違うだから全員がこの東洋のをかけてじゃないんだあ,あいやいや関係ないですプロテストから始まりましたってことね、うん、プロテストの試合もあったし、はい、じゃあこの人とこの人は東洋の大会の対決です新人号対決とか、うん これとこの人とこの人のは新人を対決ですよっていう。メインイベント大取りがこの東洋大会で,、うん、で。で小木道君は残念ながらちょっと負けてしまいましてフィリピンの相手、えー、フィリピンの相手も強かったんですよ。これは東洋一決めるやつで負けた。できなかったですの、ねうん、でまた世界への挑戦がちょっとまた少し遠のいてしまったかなという状態だったんですけれども。小谷君が。小谷君は。 小谷君はちょっとまたこれもドラマチックでして、うん、あのもともと10年ぐらい他の事務所に事務所じゃない事務に所属してたんですよ、うん、でここがちょっとやっぱあのいろいろ試合を組むけどホワイトマネーがとかなんかいろいろこうあそんなのもあるんだ苦労やっぱするのよねするらしいのでチケットも手売りだしずっと。うん そのチケットピアとかで我々とほぼ一緒オリジンと一緒だオリジンと一緒ですね、うん、ファイトマネーがいいんじゃないかじゃでファイトマネーも本当に少ないし <laughs> いやオリジン入ってもお前ボクサーが生きる稽古場はないだろお前 <laughs> 点数つけてしたらお前ナキ先生と同じ部屋にしてボイトレボイトレ教室あるんですよ芸人フリだよねフリですよ黙っとかんといけんしなコタニですそんなやついたってそんな芸人エンタル打てたよキックボクシングのやつが自転車のそんな人でしたっけまたすごい綺麗なはずだから g スオリジンのライブでも G3 なら余裕で見てられる 2分ともきたるやんさ余裕シャドウして3分ネタやったやつに勝つってどういうこと G2 には余裕でいけるんじゃないかい<笑><笑>まあその小谷君はその10年ぐらいやっぱ苦労してたけども今回平中ジムに移籍して初の試合だったんですよなるほどだから事務所同士もやっぱもめにもめてあ同じ事務所の人もいたんだ いやそ,れまでそこまで確認取れなかった平中陣営はすごいいましたけど、うん、会長もいる、うん、ねだから移籍後初の試合だから負けられない負けられんな、うん、行ってよかったって思いたいし取ってよかったって思いたいし行かせたくなかったっていうそうなんですよ、うん、ねまあそういういい試合が後半のほのにあったと前半戦はデビュー戦の方とかもいらっしゃってて、うん、あ平中会長があの指示を出すんですよセコンドで。 おお、うん、この自分の文科生というかそうそうそう、うん、僕なんかもう申し訳ないですけど平中会長の鉛がちょっと可愛くてですねでんですセコンドでジャブジャブジャブもっともっとジャブって言うんじゃなくて 会長は、ギャブギャブギャブ。ギャブじゃ、お風呂入れて。お腹を風呂入れて。赤ちゃん風呂入れてるんかなと思いながら。ギャブギャブ。ギャブギャブギャブっていうから。泣いてる赤ちゃん、あやしてる風呂場で。あれ、風呂、風呂入れてるんかな、会長っていう感じ。ギャブギャブ。ギャブギャブ。っってて言たからそれ非常に面白くて。で。 デビュー戦の方がいて34歳で僕らより年上だプロテスト合格してだデビュー戦ですよね、うん、でデビューしたんです、はい、でじゃ負けたんですよ、うん、スコーンと <laughs> <laughs> でそのあとに、のミニと目で追ってたんですよリングを降り,る降りてどこか終わったあね、うん、<laughs> そしたら、あのー、見に来てた子供たちですかね。 子供たち泣いてるんですよお父さんですかねお父さんも「ごめんな勝手に来てごめんな」って口を読むとねまあまあ気持ち的にもそうでしょうね「ごめんな」っつって「なんかか胸痛いな」自分の父親がねポカスか殴られて負けちゃうのなんて見たくないじゃないですか男の子もいたし「ごめんな」で奥さんも泣いてらっしゃって「いやデビューだよね」みたいな。 <laughs> <laughs> まるであの八重樫選手が負けたみたいな、うん、あ,あこの間の試合 <はい S 1> 見ましたよ日曜日やってましたこれ負けたら引退みたいな感じの <うん S 2> 涙 <laughs> かいって思って <laughs> 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 お前は最低だな冒頭から <laughs> ええ、そうやって思っちゃったんですよいやデビューだからもうジャブジャブで終わっおけばよかったんだよお前 <laughs> <laughs> デビューだからそんなでもこれからじゃないですか うんいやそれはそうだけど34っていう節、ね、かなり年齢もいった、まあ、ない年齢も状態で挑んだわけですがやっぱ勝ちたいですよだから負ければ負け,る負けて涙流すってことはそれだけ真剣だったってことですよえまあといってもまあ僕ももらい泣きゃしちゃったんですけど心境としてはうんないよねどうでしたアイムは見てて勝てそうな人いました 僕がうんお前がだからプレイヤーとして見たらあ僕は格闘家として見に行ったんでああどうでした勝てそうな人いました全員勝てますね帰れお前もう帰れああと女子の試合もあったんですよええちょっと格好から教えて格好はノースリーブおおもちろん父は隠してますよええそれはもちろんなんで下は 下はあのボクサーパンツボクシングもうピタピタしてる感じだボ,いやいやボクシングトランクスみたいな、うん、だからピタッとしてるピタッとはしてないけど大事なんだそのお茶のパンツみたいな感じ、うん、ーノーブラそれはしないスポブラかなんかつけてるだっかそ,そ,かそか、うん、で相手がえっと 宗教的な問題イスラムかヒンドゥーかちょっと肌露出できない系そうだからあのパッと見アマさんみたいな格好で布なんか特殊なそのしゅ肌見せちゃいけないからああもうじゃあちゃんとあるんでしょうねそういう,そうユニフォームがそうユニホームのへえ相手でどっちなのってそんなあのか神様をこうね宗教的に信じてる人が。 んかいや、だか自分っていうより他の人の目じゃないああ<ー>ああいうとこ厳しいからでもね5戦5勝で連勝中の相手だったんですよすで,で沖縄の変山選手っていう女性の方と勝負してたんですけど、うん、一応結果的に言うと変山選手が勝ったんですようん、うん、相手の連勝を止めたというか、うん、だってもう試合中その布が目とかにかかってから「<laughs> <laughs> いやもう取れ取れ取れもう <laughs> 取ってまえも」ってなるぐらいの。 ちょっちゅうもそれをグローブでこう取ってから <laughs>、うん、その間にポコポコ殴られてじゃ,あじゃあすごいな 5, 戦 5, 5連勝してたの4連勝し,てたのしかも顔殴られるのやっぱ嫌なにうって嫌って顔してたしっ <laughs> <ー>守ってますしね布で<ー>ほんとに海さんみたいな顔だけ <laughs>、えー、そう全身タイツの顔だけ出てるみたいな感じのもじもじくみたいなもじもじくみたいなうん前田選手勝ちましてですね はい、おめでとうございます。へ<ー>なあ、やっぱ生でボクシングとか、そういう試合見るのいいですね、本当に。あのー、どうです、退屈しないですか、ちゃんと見れます。あ、見れますよ。あ、本当。痛そうとか。わあ、ある。スリリングとか。いや。名前は出せないですけど、うん、あのー、プロレスあるじゃないですか。はい,は,いはい。プロ,プロレスを僕、見たことがあるんですよ。えー あのちょっと思ってたのと違ったなっていうのが正直な印象でああそういうあのブックもありますよ、うん、ち,ょわちょっと笑いに走るそう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 、うん、じゃなく本当に書く初めて行った時ね 2>,、うん、2回目もう3回4回行ってるんですけどすごい楽しいですけど1回目は本当にプロレスと思って見に行ったから、うん、ああコントだっていうのが正直だったんですよ <laughs> あ<ー>もう本当に リングのよか、ドスンだったり、あ、まあ、パチパチとかちゃんとやってました。あの張り手みたいな。パチパチパチみたいなやつあるじゃないですか。叩き合うやつ。拍手だよ、それ。叩き合うやつあるじゃないですか。ビンタみたいなの。あ、まあ、手刀とか。あんなのは、やつ、もう。うん。わ、お、と思いまなあ、それ以外がなんか、コントだったんだよ。えなんか、じょ、女性の方もいらっしゃって、だん、男性の方がこう、股を広げて。うう、っていうので。うん。いや、いや。 いやすごく楽しかったんですけど、うん、これ本当にそもそもプロレスは好きですかプロレスはもう大好きですよもう僕見切れますちゃんとあの海外のやつとか僕あの有志鉄線のやつとかデジ見てましたかからら本当ですみんなほらやらせとかいう人もいいるじゃないですか？あそういうのは全然ね全然もうやらせだろうなんていうのもうもうあれはもうレスプロレスリングですから、ねうん、見せるエンターテインメントですからねお笑いと一緒ですからね 本当ですよ廃道も漫才していきましょうか突然なんですけどでも嘘ですからねそれをやらせたって言われてもねそうですそうです僕医者になりたいと思ってるんですけど嘘で嘘ですよそんなもんだから我々ノーブレーキのネタはそういうあの廃道あんまりしないですよ本当にこれ本当ですよガチガチ芸人なんだガチ芸人ですよもうリアルですよ これなんかたまにあるじゃないですかなんかほら「携帯電話ちょうだい」っつって漫才中ですよ「うん、はい携帯電話」って,って「ん何,何これあピッポッパの「ピ」とかやって「うん,んかからないえこれ何まこだよいやまこかーい!」みたいなはい,はい、はい、あるじゃないですかそういう流れね <laughs> いやいや持ってるさ <laughs>、うん、携帯電話だよ <laughs> 面白くないな今のはいや <laughs> <laughs> 持ってるのにああ<ー>、うん、まあまあみマイムでね 持ってるのに、これ何って聞くあのボケ。あの本当の笑いやめてもらうも。<laughs> <laughs> プロレスしましょう。プロレスすま, <laughs> ません。<laughs> 今マジで格闘してました。なるほどね。そういうのは嫌なんだ。嫌っすね。うん、でも、第二<ー><表>じゃあ携帯なんていうの、ナマコを持ってたとしたら、もう最初に持った時点で手の動きもきっと違う。 でしょうしね。彼にスマホと言ってま生子を渡された。渡された時にいや生子って言うじゃないですか。普通だったら。はいはい。そっちの方が面白いんじゃないですか。携帯貸してマイムでマイムでね。あオッケ携帯ね。はい。いや生子それ。見えてないんだよな。お客さんはわからない。お客さんはわからない。生子だろ。マイムだから。いや携帯だよ。携帯だよ。いや生子じゃん。もうなんとでもなさじ加減だ。さじ加減だ。 差し加減だって言葉もあんまり使いたくない <laughs> あまあでもやっぱこれプロレスですよねうん漫才はプロレスだから小さい子は憧れていた職業がありましてねとか昔からねあの教師になりたかったんですねとか,かあ<ー>教師になって、えー、皆さんが静かになるまで何分経ちましたとか行ってみたいよねとか行っ,って入るのとかもなんかちょっともう、うん、<laughs> まあなあやでもやるけどなたまにそれは。<laughs> いや,やりません我々はガチ芸ですいやすかの芸人さんがプロレスラーだとしたら <laughs>、うん、我々はもうあのシュートボクセというかガ、うん、ガチガチリングになりたいものだけをやってるんだじゃんリングに上がったら<ー>ガチもう格闘を挑むタイプもう UWF ですよねそんなもんね嫌われるなこれ。<laughs> <laughs> 同業者からもお客さんからもどういう感じで笑い始めてすぐみたいな感じガ,チガチですよ <laughs> 顔面バーンと殴るタイプというかはいじゃあ一度コマーシャル来まして皆さんからのメールも紹介していきたいと思います<は>いメールアドレスがオリジンアットマーク FMNAHA.jp すべて小文字で ORIGIN アットマーク FMNAHA.jp となっておりますそれではじゃんじゃん送ってくださいそれでは この番組は良い品をいつも安くビッグワンの提供でお届けします。 いやああ、叫んでも無駄だ、さあ悪いことをしてやるぞちょっと待てーあ,あ、この声はちょっと待てー、すぐ行くからな今ビッグワンで買い物中だからはい、お菓子もラーメンも安いなまだですかもうちょっと待てーそういえばシャンプーも切れてたなすぐ行くぞ、洗剤も安いないや、早く来い良い品をいつも安く、ビッグワン Mm-hmm. オリジンアワー生放送でお届けしてますツイスでも配信中ですえグムの有蔵さん火曜オリジンアワーのツイキャス久しぶりああありがとうございます久方ぶりですえ天童頑張ろう会さんからいつまでも新鮮のコンビなんですねかっこ笑いそうですね我々はそうですかなんか CM 中に盛り上がってましたねそうなんですよ盛り上がってたというかググさん怪我をされてるんですけど僕手首の手首本当に内側ですよ手首ねうん 手のののひら下ちょっとウェブで見てもらったら分かるんですけど怪我したんですよ怪我したというかやけどしたんですねバイクのマフラーで後ろタイヤに鍵かけようと思ったらマフラー触っちゃってあちゃ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 ってなってやけどしちゃったんですよでこれでもやけしてはもうふやけて皮も剥けたんですけど水れだけど結構重度だったみたいでかさぶたできちゃってこれが取れたんですよ 今までも隠さないでそのままやってたんですけどでチームワーッて出たんでテープ貼ったんですよまあまあそうだよねまあ芝居もあるしなそしたらねあのんかコンビニとかで買い物してたりこうやってたり手を出す瞬間あったらみんな僕の手首見るんですよあこいつなんか自称っぽいんじゃないのみたいなポぽいんですよそしてねでしょう位置もねちょうど手の内側というかだからなるだけ明るく 受け方をしてるよ。ありがとう。なんかって違うんですよっていう。はい。ありがとうございます。それも少し怖いそれそうですね。なんか自称行為という。楽しいなって。コンビニ出て行ったんですけど。浮き沈み激しいやつだよそれ。だから困るなと思って。どうですか。まあという流れの中から、まあいわゆるリストカットのあとかがある女子とか。 そうね男性は見たことないですけど女性はたまにコンビニ本当にコンビニの店員で僕2回3回見たことありますね僕はちょっとあれかな何か要は次から行かないんですそのコンビニ何でかって言ったら僕の態度でまたリストカットしてこのちょっとしたことでね自傷行為に走ってしまう僕がもう本当に無意識のうちにやってしまった舌打ちだったりんか僕の匂いだったり。 も元彼の匂い同じ匂いだとか分からんもんな、うん、そのスイッチがだから僕はもう行かないんうーん<笑><笑>何言にう <laughs> 誰と喋ってた今後半 <laughs> <laughs> 後半誰と喋ったもう一人の僕もラジオ中に出ようとしてた <laughs> 俺何も言ってないけど <laughs> 行かないかななんで今のえぐもなれぞさんがツイキャスで芝居とは二清堂食堂のことかないや違います7月の5日7月の5日にですね足びなのほうでダブリンダブリンとカルビンと「揚げ物野郎の休日」っていうカルビンってなんだダブリンとカビニンガきカネツキカビ人間ですよカネツキカビ人間という芝居があるそうですねはい 時間あえばということはい。僕はリストカットというか辞書行為してる女の子を見たらなんかいけそうな気がするという。チャンスという。<laughs> お前は。いやあの突き込むやつだお前。<laughs> 違う違う何て言うんですかね。<laughs> 心配になるんですよやっぱり大丈夫かと。<laughs> うん、だ近づくんでしょ近づくというかちょっとまああの話聞いてあげたいなみたいな,<ー>いやなんて言ったってあの僕大学で心理学を専攻してたところもありますから辞めちゃったんですけどね渋滞したんですけどうまあそういうのがちょっといろいろ話は聞いてみたいなみたいな話を聞いて彼女を癒してあげたい、うん、そうですね 別にあの体の関係とかあ今までそういうことはないですけど、うん、そういうふうにあの思うこともありますよ <laughs> <laughs> だからそれをお前はチャンスと見てるわけだね <laughs> はいピンチはチャンスって言うじゃないですか <laughs>、うん、いやでも本当にその、ね、こ心のストレスですからねだからねこないだもほらいらっしゃいましたよねメールいただきましたね些細なことでやっぱ傷つけてしまうかもしれない、うん、そうねこればっかりはかわらんよね、うん、だそれ ね笑いで助けてあげれたらいいですけどね。ほんとそう、うんうん、いいんですかね <laughs> いいんですよ。<laughs> チャンスといったことはもうだいぶ解消されないと思うんですけどねえや、ー、チャンスっちゃチャンスですもん <laughs>、うん、お前はちゃんと言葉にしてくれただけだからすごい。とんこつ衆さんと天童頑張ろう会さんから今日あいも荒れてるなみたいな。 あー一応荒れてるん<ー><う>ってるね尖ってるよだって役者のこと相当下げてたし、うん、いやいやそれは逆逆思考ですよ<ー>結果いい告知になりましたからまあまあね、うん、で今日はちょっとこういうスタイルで行ってみようかなというふうにどこまでいけるんだろうっていうのを試してるんですうつきはお前ナインボールみたいなこと言うな <laughs> <laughs> お前もまあまあ尖っとるなお前 <laughs>

えー、ブーブー、なんで俺らが G3 いるか分かるかってら、いや分からん、まあ、もう本当は、ね、心の中では面白くないからだろうって言わ結果がそうですからね、うん、それだろうと思って、何も分からんなって言ったらな、試してるんで、<laughs> 俺なんかはもう1位取れるネタを持ってるわけいいいあるわけ、ずっと1位取れるわけ。でもやらないだけ、今やっても1位取るの分かるんだ 試していろんなナインボールの幅を広げたいわけよできるところまでやってみた自分なんかを試してる状態っていうこの現象をナインボール現象っていういやお前が決めたんだろうそれ今歩がやったんですよ試してるって言ってたんですかどこまで許されるのか自分をごまかして正当化してるといういやめっちゃ俺より悪いやつじゃないですか今日の。 豚骨臭さんから「今日お金のことで悩んでるんだはず」いや悩んでない悩みはないですよ CT ならちょっと胃が荒れてるぐらいですかね心配ラジオ人間ドック行った話しましたけああ行くっていう話をす行くっていう話はしてたかな人間ドック行ってきましたよ初めての胃カメラ胃カメラ胃にカメラ入れてねおやおやしましたねの喉に麻酔打つんですよえよ

うん、もうも、僕、もらいゲロ専門なんですよ。<laughs> 専門って <laughs> 履くときは、もらいゲロなんですよ。あなたが履く、お前が履いたってことはど、どこで誰かが。始めた、後ってことね。うもう、だから、ダメ、もう、もらいゲロしちゃう。ええと、い、いに、いがね。あの、ちょっと、黒っぽくなってました。三、三ポイントぐらい。 黒点みたいな感じ太陽の太陽の黒点みたいになってて、えー、えだいぶ荒れてるねみたいなああ、じゃあでもその程度なんだああ、一応んとかんとか言いえんみたいなことはその診断されたけどまあそのまあ、えっと、問診で最近、うん、あのお店の執念があって強いお酒とかちょっと一っ飲んじゃってそれであ言われた多分それだと思うみたいなでえー、何 肝脂肪とか尿酸値とかうん、うん、初めて受けた時よりも上がってましてあ,あそっか、うん、お大事にそうつけないとねしかも最近あの胃もたれがひどくてまた胃もたれね,たれねうん僕さ、うん、便秘とは違うんだよ食べた分だけ出ないんですよね便秘とは違うんですよ <laughs> 出るものは出るんですけどお<ー>おひ計算が合わないんですよね <laughs> <laughs> これまでの経経験験上上いこおかしんでですよれまはちゃんと食べたらその分あんかこれぐらいの質量押し出したら同じ分でもうだ量だなっていうのを体感してるわけねそうそう栄養素を取りこれだけ食べて栄養素を取り入れて出るっていうこれはもう栄養を取り入れて出る分はもう今まで32年生きてきてるから分かるわけですよなんとなく大体なのここ半年ねおかしいんすよ <laughs> 足りないんですよ。あ足りないんだ。<laughs> あれあれ、まだいるのって思うんですけど。どういうこと、まだ。まだ、残ってるのかなって思うんですけど、そんなことないんですよ。<ー>ケリーなんていうの、だから、例えば、イカスミ汁食べたら、その分出るし。<laughs> い,やいやいや。印です。もん、ね、うんね、あれ、どうなってるんだろうと思って。<laughs> これ、何かの病気かなって、今。<laughs> いや<ー>。え、思った通り。なんか栄養の。取り方が変わってきたんじゃないの。

あの作られたんなら、そりゃ獣の槍もすげえわって思う。そりゃそうよ。そりゃそうなんです。今獣の槍の話じゃねえから。ブーブーのお腹の話。だから獣の槍を作ろうとしてるんですよ。体で。体がちょっとずつこう違うものを生み出そうとしてる。いつ取り出せるんですか。いやもう一体が最終的にあれは命を最終的に命をとして作るものなんで。そう。 だもうブーブーがそうなった時はそれを持って歩がピン芸人になる,わる最終的にお前はうんこになるんだよ、ま、だ <laughs> なんでお前それ使うんだよ <laughs> 髪形の色で <laughs> 触ったらアあゾか有さんから食べ物のうち水分もあるよエネルギーに変わる分もあるしうんだから今までの経験上とちょっと違うなっていうやっぱ消化不良になってきたんじゃないですかえそしたら余計出ません いや、だぶ脂肪になってエネルギーに変わって蓄えちゃってる。運動したりとか仕事が忙しくなったりとかそういう変化がありました。半年。昔より太りやすいだろだって。どうかな。絶対昔より太りやすいと思う。足。ちょっと待ってちょっと待ってお前たち。お前たちちょっと待って。足見ました足。お前たちこれ外に聞こえるんだよ。白。 外を歩いてた女性に向かって「足」ってお前たちさ「お前たち本当に」出ちゃったんだもんいえムが出てるんだったら大城さんだからね最初にいやポッドキャスト聞けよ足」って言ったの大城さんですからね覚えないですお前もこれ行こうと思ったムも「足」っつって「 素敵やったなギターみたいに弾いて横にして横にしてそこに抜かてカーズみたいにリサリさんの足で横の焼肉屋さんの方ですよねいつもご利用ね素敵な綺麗な女性の方ですねなんとかならんかな本当に毎日の人らねそろそろ発展あってもいいこれっ発展 隣で打ち上げしましょうよ。あ、焼肉屋行ってみますか。<laughs> ね、お近所付き合いも大事ですから。ねうん、さあ、あ C.M. 行きましょうか。<laughs> C.M. あ、メールも紹介しない、うんえー。じゃあいつだけ先に。はい、やっぱり、えー、ブブチン、えー、ブブちゃん、アイムチン、赤ぶち。次ですね、えー。父の下に汗をかいているのにラジオを聞いていると豚骨中です。ああ、これはいい妄想ができそう。蒸れるんですね。うん、ねさて最近火曜日折りあわの何が面白いのか考えました。うん、はい、えー。こうじゃないかなという私なりの答えが出ました。 うん。ドラムロールどん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 あゆむがバカにされた話が一番面白いこれじゃないですかあゆむの食通話とか飲食店オーナー話よりあゆむがバカにされた話が聞きたいと感じる片親の私でしたはああ、なるほど僕がバカにされる回もなかなかありますけどね確かにその回は面白いとは思いますけど その要は僕がバカにされてるのに気づいてない痛さとかも含めてですよね <laughs>、うん、今日の話くだりでいうとボクシングを見たしっていう話の後にブーブーさんが格闘家としてはどうですかっていうのはあれはこう流れを持っていこうとしてますよね,すよねちょっといじ、うん、い,いじいじつんつんしたかったんですよね歩さんなんの格闘心を。<laughs> うん 僕と格闘技見に行った方がいいいですよこううとこ出てな <laughs> なんでかななんであの解説し,しますので,ーーーで実際あの小谷選手の試合始まる前に連れの,、うん、あの方がいたんですけども、うん、この方にあの左ボディ見てくださいってあー小谷選手の、うん、もう実際左ボディワンパンで勝ちましたからね大体あの赤コーナー青コーナーあるんですけどどっちが勝ちそうとか。うん もう、始まる前の時点でもわかりますから、大体。で、最初、さっき言ったデビューして、あの、子供たちの間。三十四歳の方。なんか、やっぱ、負けそうしからね。デビュー。もう、やっぱ、そこで見ちゃうんですよね。ぜひ、うん、頑張ってください。<laughs> 頑張ります <laughs>。<laughs> はい、それでは、皆さん。 CM 行きましてメール紹介していきたいと思いますはと、い、んこつしゅうさんからツイキャスで、えー、青いおんぶひもさんもですね、えー、ブーブー早くバカにしてアヤモバカにしてと <laughs> いやー <laughs> 僕もバカですからね <laughs> それでは CM です <laughs> ただいオリジンアはオリジンチャンプルーは平日午後5時から7時まで毎日オンエア 沖江通りのスタジオ観覧も大歓迎「ツイキャス」「ポッドキャスティング」ならいつでもどこでも YouTube ユーストリームから動くオリジンメンバーもチェックしてねこの番組は良い品をいつも安く「ビッグワン」の提供でお届けしました。 はい、メール紹介しましょういつもの2人の方々こんばんはにワニ先生を励ます会の会長をしていますカチです先生どうも、えー、先週末は奈良県は天理市に行ってきました<お>そうリップサービスのゲイを見るためですなかなか盛況でした楽しかったです、はいえー、今回はガナハベースの T シャツを着ていきましたありがとうございますぜひノーブレイキの単独ライブも内地で見たいです、うん、ね大盛況だったみたいですね <laughs> 画像がありますがこのガナベー T シャツを着てる方がもちろんチさんということですけ隣ねケムクジャラがホルモン壊すあらホルモン壊すホルモンさん見に行っておおすごいな俺が沖縄から例えば東京行って沖縄で単独ライブやりたいなやるなうん凱旋ライブってことうんやるなんていうの沖縄から向こうに行くってすごいよな 向こうから沖縄だったら分かりますけど地元ねまあいやでもそんな感じじゃないですか江森から地元石垣も単独できる場所か深夜がね石垣でもやってますしねどっちもじゃあそうですね規制してる沖縄本島に規制しに来てる。純正の うちなんちゅういってことだ離島の子供と奈良の子供ですから <laughs> そうだよなだからもう借りてる状態で本島を借りてる状態だよなそうそう,そう我々が貸してる、うん、貸してる状態だもんな我々ノブル駅が貸してるしだからバイアスロンっていう大会も優勝させてあげてますからそうだよなありがとうって言われてないなうそういえばい、ね、賞金も バックしてないのですね所属してるのにね沖縄に出てない沖縄に所属してるはずなのに沖縄の日じゃないんすよほんにハエバルハエバル町単独ライブはないのあどこでやるんだろうハエバル要は地元でやるとしたら僕だから地元が分かんねえんだよなそっかお前のじゃあ 故テンテンと単独ライブやるお前の親父の近くでいやまあまあ狭いぜまあまあ狭いポイント打ったらね名前もちゃんとその当時のものにして一番最初は何でしたっけ単独ライブ長峰家とか次は次がテルヤかなテルヤか思い出深いテルヤでガナハガナハガナハ

はい、です先週夜のの炭水化物ダイエットの話ししたでしょ、はい、え昨日内地にいる弟に電話したら弟も夜の食事を制限して1 0キロ痩せたって聞いてすごいと言ったらすごいでも問題があって弟は太っていた時は9 0キロオーバーだったため、うん、急激に痩せたから皮のシワが増えてほうれい線がだるんできてるってへ<ー>痩せるのもいいけど少しずつ痩せないとストレスが大変だから怖いねブーブーはまたダイエットするんですかリバウンドしてどれぐらい戻りましたか うん、ダイエットは今してないですよね別に特に、ね、してないです今はもう完全に戻りましたなリバウンド何キロぐらいですかえる、ま、丸々12キロですよ12キロ痩せて12キロ太ったんだ戻った太ったというか戻っただな<す>だからすごいね、うん、<ー>半年ぐらいかなもっとなるか もうちょいいかかな7月ぐらいか去年のまあでも約半年1年ないぐらいで痩せにくくなってるねやっぱりねでもね本当に圧倒的にどんなかなでも俺痩せようと思ったら痩せれるはず痩せようと思ったら痩せれる人って一丁太りやすいよなうん一番デブーと思うよほん 本当に多分頑張ったらただ頑張らないだけだからなうわナインボールみたいなこと言うなよ <laughs> だって痩せ,たく <laughs> 痩せたくないのに <laughs> え、こんばんは火曜日は天井茶四波の揉めですあ嫁さんありがとうございますしばらくヤンゴンへ来ていますえ、ヤンゴンどこだヤンゴンってえ、毎日ホテルへピックアップの車が来てくれるのですが 昨日のドライバーさんがブーブー様と似ていてびっくり <laughs> 彼の運転括弧クラウンで一日いろんなところを回りました写真を添付します、えー、ミャンマーは右側通行なのに車はほとんど中古の日本車ですミャンマーか渋滞がすごくてホテルから3 0キロほどの現場へ行くのに朝は1時間半以上かかります3 0キロってさ相当よ遠いですね那覇から女村ぐらいじゃないかなえー、はい写真ブーブーさん似てると言われている似て似てるいや あいや似てるよそうですかああ俺っぽいキシンに似てるかなキシンにも似てるな、うん、ミャンマーにいるんだはいアリゾウさんモーリーも痩せれる人そうモーリーさんだから痩せようと思ったら痩せれる人はデブなんですよ、うん、結局一番ミャンマーって中国モンゴルミャンマーはミャンマーミャンマーはミャンマーじゃない行ってみ10回ミャンマーって ミャンマー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 じゃあここは肘 <laughs> 歌メール持ってこい <laughs> ええこれラジオだよ <laughs> い,いいですね海外行きたいな行きたい<ー>ミャンマーの美味しいのって何かな共同料理あのフォーじゃない,あ,ゃないあ,あベトナムかそりゃ んーミャンマーの有名な料理は何だろうねビーフストロガノフそれはロシアとかそんな変んじゃないロシアまあいいかなあ煮込む系でしょうね <laughs> <laughs> えーっとこちらいきましはい こちらですねはい、えー、お元気さまです、ノーブレさん、青いおんぶもです。<お>ハリウッドでセ聖人と聖夜が実写化ってよ。そうそうそうらしいですね。面白いのかな、実写化で好きなのは20世紀少年かな。Oh, 20センチュリーボーイ。お二人は実写化あんまり好かんと言いそうだね。座敷女っていうホラー漫画を、えー、実写化してほしいな。お二人は座敷女知ってますかでは。あはい、座敷女知ってますよ。 あのストーカーみたいなやつ三三話ぐらいのやつだ一話完結一話でしたっけ一話でしたっけ餅月峰太郎でしたっけあの歪みとか書いてる人でしたっけえっとそれはいやドラゴンヘッドあドラゴンヘッド書いてる人かあれは気持ち悪かったですね面白かった漫画実写化ジョジョの奇妙な冒険がの第四部が 実写で映画化されるんですけど予告からやばいというか悪い意味で悪い意味でないですかだからよくあるのが予告編はすごい良かったのにみたいな本こと言われるんですけど予告編から結構つらい感じで僕むしろもう見に行った方がいいんじゃないかと思ってそうですよね。いろんな意味でもう という、まあ、この夏、アンジェロ、山田孝之さん。違うんだよ。誰なの。アンジェロ。アンジェロが全然わからないんだけど。アンジェロはあの。まあ、敵役トリックですね、今回は。あの爆弾仕掛ける猫みたいな人。は、全然出てこない。まだ、もっと序盤の話なの、今回。

うちのスタッフとですね社長が三国はあのー、僕が行ったお店かな草原寺のところの300円麻婆ランチそうそうそう,そうなんかそこにはまっていてこれは聞いてから聞いてから行ったのあそうそうまさにオリジナルはを聞いて嬉いしいあ<ー>で、まああの まあまあ場所もそこそこ近いのでじゃあ行ってみようかいってなったら美味しかったっていうことでしょう味しいですしかも300円のクオリティーじゃないよあれでそうそうで三国あのお店に行けばテイクアウトもできるらしいですね<ー>そうなのでこの三、えー、草原寺の方にある三国の300円麻婆豆腐を今日はお持ち帰りで持ってたので、はい、ブーブーさんにええー、いいんですかあ結構 こう重いそうなんだよ。見して、<あ>びっくりしたちゃんと入ってるよ。これ300円ですか？300円でこの量。あったかい。あったかいよ。あ<ー>あ今買ってきたんですか？ああ、で、あのお昼に買ってきたんですけど、<ー>ちょっとレンジアップしたので少し温めましたが。うん、あすごい。いい匂いする袋の中からも。これ300円ですよ。アパックの中にね、今ビニールでこう閉じられております。あ、きれに。 漏れないようになってますね。すごい。持ち帰りしやすいようになって。このラップを割ったら、あの、オムレツみたいに、こう、わあって。ボーが出てくるんじゃない?。もう、あの、袋開いてもいいんであ、すごいラー油。ちょっと食べてみて。食べてみてください。うわ、ごま油の風味、すごい。指についたやつの感想、言うなよ。うま。スプーンで作って食ったやつの感想、言え。うま、なにこれ、ごま油。すごいよ、このラー油。米はなしでいいです、今。 もうに麻婆だけいきたいと思いますあちょっとピリ辛だそうそうそう匂いすごいねだから指についたやつで乾燥出し尽くすなお前何も言えお前それその調子だといただきますあ豆腐はヤッコの豆腐ですねネギが入ってみたシンプルえ、肉も入ってないんじゃないひき肉入ってますよ多分あまあまあ300円だから知らないかいただきます300円もっと500円以上取れますけどねいただきます ああうまいだろう辛くて四川だね四川麻婆に近いねそうそうちょっとああ辛うまっ喉に行きますねああうまいうん <laughs> あうまいでしょなんだろうな 酸味のあるだから本当に四川の四川麻婆に近くて言うほど辛くないし、うんうん、意味はどっちをや <laughs> ち辛いんだけど全然食べれるうん、うん、ここにあのさっき僕がラジオ局来る途中で買ってきたドラムチキンがあるんですけど,おどひき肉ちょっとだけ入ってますねどうですかこのドラムチキン買いますか <laughs> ちょっと食べカンティーしてて150円で買ってきたので<円>え買いますか160円で売りましょうあら チキンマーボー丼になるんだ210円で買おう <laughs> いいやつ仲良しおい <laughs> しいしょ<ん>うまいって言ってるやし <laughs> いや俺お母じゃないよお <laughs> <laughs> お前のお母じゃないよ食べ続けるのやめていただくわよ <laughs> いい感じでとろみ番組に戻ってきていただけますかと <laughs> ろみもばっキる。うん、ああ 円は安すぎそうだよねまず両ボリュームからいってもしっかりあるもんね明もちゃんと弁当箱1パック分入ってますから態度はどうでした店員さんのああ僕は今回はスタッフのらが買ってきてくれたので僕が行った時忙しい時間帯でもあったからちょっとやっぱドライだったんですよねなるほどうまっ もうあいついないいなものとして <laughs> はい、メールいきましょうエ、はい、ブーブムさ,さん、お城くまさん、オリアワ大好き皆さん、はい、さい、磯野家のスーパーモンキーズ京都から安室奈美平八百屋日曜日は琵琶湖で開催されたヤンマーカップという大会業務でした要するにヨットレースでありますおお<ー>え僕の担当はヨットランへ出場した選手や観戦や応援に来た来場者向けのアトラクションコーナーです、えー、プールで遊ぶラジコンヨットやあ、いい。 えバランスと体幹を鍛えるス,スラックラインという4メートルのテープ状の上を歩く綱渡りに4トンの車を2人でロープを引っ張るウィッジコンテストなどなどえこのようにさまざまなイベントを炎天下の中朝の9時から一日中開催していたのですが<ー>なんとこの日の琵琶湖は大変な猛暑で気温はなんと31度ああ、ね、暑いね暑いマええー、アイスクリームみたいに言うなお前 <laughs> 夜の9時に、えー、撤収を終えた頃はフラフラになっていました 朝9時から夜9時ですよ。9時9時。うん、<ー>それだけあ暑いと来場者の方々はバーベキューをしながらビールをグイグイ。ああ、いいな。そんな景色を羨ましく思いながら仕事をしていると、うん、やっとやってきました、関西のおっちゃん。第一声、兄ちゃん、飲むかああ、誘惑、うん。飲めるわけないやんけって心で叫びながらも、お気持ちだけいただいておきますと、笑顔で答えておりました <laughs> そんな関西のおっちゃんが、この綱渡り、俺もやると、結構お酒を飲まれているようだったので、大丈夫ですか<ー>と聞くと、怖いっすね、一言。 寄ってないと言われたのでチャレンジしてもらいましたが渡りきることはやはりできず結果は3 0ンチでしたかっこ笑い、うん、僕は思いましたこれがまさしくヨットランあかっこ笑いといただきましたあうまいやっぱうまいなー、えー、それではいつものなぞなぞいってみましょうヨットレース中に一席のヨットが転覆してしまいました、うん、助けに行くため一席のボートが現場に向かいました、うん、さてこのボートは何人乗りでしょうかおうええー 正解僕は見てしまったなるほどボートと一隻のボートとボートと何名乗りか聞いてんだからね何名ね一隻のまあこの助けに行くためのボートに何名乗れるのかっていうことですよね助けるレスキューあ九9人なぜレスキューレスレスの9人レスキュー9人えあ正解は9人なんですけどなぜかというと救命ボートというね ああ、まあまあ一緒だ英語がいや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 じゃもう終わりましょう僕麻婆を食べたいすわ。じゃあ今日はこの辺でお別れということでこれ俺ねいきますわこれに漬物とかつくんですか味噌汁とか卵スープがいや、これ300円はすごいはいえまあ今日もですね冒頭から傷つけてしまった皆さんすいませんでしたそれではまた来週お会いしましょうさよならごちそうさまでしたありがとうございました